対応時の指導や操作支援を行います。また犯人逮捕だけでなくストーカー行為者の指導計画や被害者が今後被害に遭わないよう支援や指導を行います。ストーカー事件の犯人を逮捕した時に被害者から感謝の言葉や警察署宛に手紙をいただいたことがあり、人のために自分が役立っていることが実感でき、警察官をやっていてよかったとやりがいを感じました。事件事故の捜査だけでなく、過去に非行等を行った少年が新たに非行を行われないよう支援する少年の立ち直り支援などの仕事が一つです。少年や保護者との定期的に面接したり、その他体験活動を行い、非行防止に努めます。これからも生活安全会員としてもっと成長していき、犯罪から一人でも多くの被害者を守り、県民の方が安心して暮らせる安心安全な街づくりを目指していきたいです。警察官の仕事内容は幅広く、必ずそれぞれの個性に合った部門が勤務してあります。岡山の安全安心のために一緒に働ける日をお待ちしております。